こんばんばは、トトミミーービデオのトミーです、えー、今日もね、あのこちらの以前おばあちゃんが住んでいたであろうお部屋からあのお送りしております。トミーの部屋です。ちょっとタイトルにもある通り、あり、今日はちょっと最近のコメント欄について、あのちょっとね、うん、物申していこうかなと思います。うーん、まあ難しい問題なんですけども、やっぱりその、 企画費が、うん、やっぱりソミビデオ今ないっていうのとコラボもあの <laughs> ちょっとねやっぱこう昔みたいにねいろんな人にもうバーっと会っててなんかこう会った時に「ああじゃあ今度出てよ」とか言えるか感じでもないのであの僕からねなんかこう声かけて断りづらいなみたいになるのもねちょっと違いますしまあねたくさんこうできないですしまああのこないだねカッツとかとやったのはまあなんかこう僕が引き出してあげれるのあるのかなっていうところで、まあ、ある程度のねこう なんかや,やってあげれるっていうとおこがましいですけど最後彼の魅力を紹介できそうだなっていう覚悟を決めてねあのコラボ依頼とかしたんですけどもうーん君たちしか遊び相手がいません今。 はいあのー、やっぱりねこうシェアハウスで動画撮るって言ってもやっぱ一世に関してはやっぱチャンネルやってるわけじゃないからもう普通にねオフの時間に、えー、カメラを回されると先輩にまあそれはちょっとねたくさんはやりたくないなと思って楽しい瞬間にね記念で回すっていうのをやりたいですけど企画企画したのをねやるのもあれなんでまあ、慎太郎もね彼のチャンネルをねたくさんあげた方が絶対いいんで逆に俺が出てあげるぐらいのことをねたくさんしてあげたいのにまあトミービデオそんなたくさん撮ってもなっての君たちしかいません今今君たちしか遊び相手がいません なのでねあのコメント欄にねあの来てるコメントに対して、あのー、勝手に質問コーナーじゃないですけども勝手に拾って怒っていこうかなと。 思っておりますなんだろうその視聴者の方とかコメント欄とか別に下に見てるわけじゃないんですけどまあなんかこうイメージしやすいように言うとするとなんかあの先輩いつも遊んでくれるのは優しいなとかそのなんかすごいね学年3つぐらい離れてるのにいつも俺らとキックベースしてくれるな同級生の友達いないかな。 あのお父さんいつも公園でキャッチボールとか手,手伝ってくれるしなんかすごいねあの車とか出してくれていい人だなでってお母さんとかに聞いたらなんかあんま評判良くないみたいなうんなんかそのそういう感じですその他のね方とかはなんかこうねこ子ちゃんとかでもファーストテイクバーンってやったり趣味にですねお金たくさん使うとかねやってますけども一旦できません はい、あのー、引っ越しっていうのをうー今までねやっぱお金がかかるものとして捉えてなかったです正直ただねやっぱ自分がいざ引っ越してみるとあの敷、ー、金礼金って何のためにあるんってすごい思いますよねあれなんでそんな取るのもうじゃあ家賃下げ家賃とか関係ないところでなんか45ヶ月分最初に行かれるのにその月の家賃も払うみたいなあなんかその日本はその日本はとか関係ないかその 同じ家から家へのこの,きこのつなぎ目のとこ二重で払ってるここでこの二重の期間にここのその敷金礼金とこっちの退去費ともう全部こここののりしろの部分にすごいお金がかかってるでなんか引っ越しもすごいお金かかりますとか3月にみんな引っ越すんで繁忙期なので高くなる繁忙期なので高くなるのはなぜず正規のの値段でずっとやればいいのに ねまあ、需要とね供給とかがねあるんで交点 P がちょっと高くなるみたいなわかるんですけどね、うん、まあ理論ではわかるんですけどやっぱりねいつも同じ値段でやればいいのになんで3月だけ高いんでしょうかってやっぱ思っちゃいますよねいいんですよそんなことは最近のねコメント欄にちょっとねいちゃもんつけていこうかなと思っております ね、その何をその上から物言ってんだみたいなあの調子乗んなみたいな思う人もいると思うんですけどあ調子乗れなくなった結果ですはい今でもねそのコメントしてくださる方っていうのはね僕にとってはね非常に大切なね存在なんでちょっとコメントをね動画の材料にしていこうかなって思ってます電波悪いや電波悪いなここ電波悪いんかい俺の部屋が一番 w i f i から遠い もうこんなにネットが普及した時代なんだから東京に1個大きい w i f i を作ればいいの。どの動画に来てたコメントかっていうのとコメントを紹介してそれについてちょっとねあのー、あんま良くないぞっていうのをこう伝えていこうかなと思います。 えー、まあ、じゃあえっとねとりあえず体脂肪率一桁チャレンジえー、体脂肪率30%のデブがえー、地獄の筋トレ開始で泣くシャープ1あの前回上げたあの筋トレ始めましたって動画ですねえー、前の彼氏がゴリラマッチョでよく私を肩車してスクワットされたし上裸で鏡ばかり見てたすごく嫌だったうんモチベ下がるわそのマッチョになっていくことで その彼女っていうその一回自分に惚れた存在ですら嫌いになるその持ち目下がります。あとゴリラマッチョでって何なんですかそのマッチョの中にゴリラマッチョとなんかそのサルマッチョみたいなのがあるんですか、ね、ゴリラの対比が分かんないわ。もうマッチョ全部ゴリラだろそれで言ったら。吐息のエロビデオですね。分かります。かっこプリケツセット。みんなが見てるところでそんなこと言うな。うん吐息のエロビデオですねとか言うな。俺が初めてこの人のチャンネル見てコメント欄でそれが上の方に来てたらもうみんなやめるわ。 吐息のエロビデオですねってもう何個も先に言っちゃって「吐息が聞こえてどうちゃらまあ、ギリ分かるけど「エロビデオですね」とかはもう文脈のないリス。ふっくらしててロン毛の富が好きだけど頑張ってください言う必要ある最初の部分。その部分好きだな部分がなくなってしまうけど頑張ってください嫌だけど私は言う必要ある。うーん、まあ、ねそのどんな僕も僕ではありますからね。トレーナーさんがついてのダイエットなら無理せずに取り組んでくれると思うので楽しみです。でも さんトミーも好きなんですよね。言う必要ある言う必要あるさっきの人とその分頭なのか後ろなのかの違いになっちゃってないうんモチベ探るもう今日筋トレ行きたくないなって日にこのコメント思い出して行かなくても好きな人はいるって思っちゃうからちょんまげにしたらおでこにスポンサー入れられるね。うん筋肉マンじゃないのよ。うんあ,、まあと筋肉マンもあれ別にスポンサーじゃないから肉がスポンサードしてるわけじゃないからあとねハリーね。ハリーも別にあのなんかね雷の。 このロゴの会社が彼にスポンサードしてるわけではないからあ、いっお帰りただいまです今、トミビデオ撮ってるからあ静かにしていや、開けたのじゃんトミビデオ撮ってるわこちら<え> <laughs> 飯食った食べてないですあ、そうなんだご飯にしてますいや、いいえいや、ちょっと終わったら行くわはい、頑張ってくださいえー、私も国家試験終わって走り込みますモチベに繋げたいモチベに繋げる <再> <laughs> モチベを上げて走り込むんじゃなくて走り込んだ結果モチベをにつなげるん国家試験も終わってるのに国家試験のモチベを上げるために走ってモチベを上げて国家試験望むとかではなく国家試験も終わっててその後走り込んでモチベにつなげるんですかあ、まあ、全然人個人の自由ですけどね何のモチベだろうっていうのはちょっとね気になってしまいましたねうんトミーのトレーニング姿見て笑って腹筋鍛えようと思いますバカにしてる めちゃくちゃバカにしてる俺がこう <laughs> …ってやってるのみたいな <laughs> ザクが…って腹筋を鍛えようとしてるうんまあ人それぞれね YouTube の使い方あるんで全然止めはしませんけどねカウントをちょっとずつ持ってくる先生さすがスケートの羽生選手がトミーと同身長1 7 2ンチで体重5 3キロ体脂肪値3%らしいのでトミーもゆずみたくシュッとしちゃのかなってドキドキしてます3%は無理だぜ どんなにいってもたぶん9.9%ぐらいまでだよ、うん、どんなにいっても9.9%にちょっといってもすぐ戻るよね、うん、すぐ10何戻るぜ、うん、その計量の瞬間だけなんとか9.7%までってすぐ14%まで戻るで、うん、3%とかねすごいね3%なんだへえー、3%なんえー、私もマッチョマチョになりたいマッチョマチョって何伸び伸びた的なことですかわかんないけどめちゃくちゃマッチョってことなのかな <music> まあまあちょっと次の動画いきますわ。まあこのね一個の動画でもこんだけ気になっていることあるんでねやっぱコメントを返すって大変なんですよ僕タイピング遅いんで YouTuber なのに。うーん YouTuber なのにタイピング遅いんでやっぱりうーんこうこ、ね、言葉で返した方が楽ですね。はい。 1> で次1個前の「初めて一人ぼっちで質問コーナーしてみた」これね意外と好評でしたねここで撮ったんですけど画角で言うとコメントが997件、まあ、約1,000件来てますね、えー、彼女いない人がすごい恋愛語っててくさ別に今いないだけで恋愛したことないわけではないからうんその別に彼女今いないと恋愛語っちゃいけないわけじゃないから逆に今彼女いたって今のそのオンタイムの恋愛は語りづらいでしょ、えー、過去に恋愛したことさえあれば恋愛のことはたくさん語れるんだから うん、言い方にとあるわ、えー、日付変わって自分の誕生日に大好きなトミーを画面いっぱい見ながら一人でお酒飲んでるのはすごい嬉しいなねこうまあ一人ですからねはいまあまあねそこだけね,ね大切ですからねこれは素晴らしいコメントですねやっぱりね、うん、そこね人数ちゃんと書くのね大切ですから 疲れがたまった金曜日に癖強い質問と不協和音なアンサー最高癒されましたで。褒めてなくない、うん、俺のアンサーが不協和音になっちゃってるよ。その全然合わない。ドミソー、ミソドとかレファラーとかじゃなくその、変なぐちゃぐちゃのシャープとフラット入ってるみたいなアンサーしちゃってる俺。たまにいるその会話全然かみ合わないやつみたいなアンサーしちゃってる。オタクのボケをトミーさんがほのぼのツッコミしながら通り過ぎていくの良き。うん、2つあるわ。 うん、ほのぼのツッコミかな俺ほのぼのしてるかな俺のツッコミに通り過ぎていくって何 <laughs> 俺が俺が通り過ぎながらこうオタクはもう定点でこう止まってボケ続けていくこう俺がこう歩きながらもおかしいやろみたいなことですかねわかんないですけど。 通り過ぎてないですけどずっとこう止まってますけどね、えー、大根でモアイ像を作ったりお弁当の歌でお弁当を作る頃からずっと見ています今までトミーさんが真面目に続けてきたことはちゃんと残ってますよ、えー、これからもずっと応援してます大根でモアイ像を作ってるやつ全然真面目じゃなくない、うん、大根でモアイ像作ってたなんかこう彫刻刀で削ってね、うん、学校で学校で彫刻刀で大根削ってモアイ像を作ってたわ。 うん、一番真面目じゃない生徒。改めて思ったけど、トミーの声って寝る前にちょうどいいから、いつか絵本の朗読とかやってほしいなあの。ネットであの著作権って検索してください。僕が絵本を引っ張り出してきて、100万回生きてる猫を朗読しだしたらあの、大人に後ろから金属バットでぶん殴られます。うん、そんなことはされないですけど、あのアカウントが普通になんかあの表示されなくなる可能性もあります、うん。わかんないです。そういうのがやっていい絵本もあるのかもしれないですけどね、うん。絵本側からしてもね、マイナスプロモーションだからね、俺に読まれるということがね。うん、あと何歳 この人うん大人でしょ絶対その年齢になって絵本の読み聞かせで寝ることってある、えー、ものすごく楽しかったし変わってない部分があってよかったよわらわらトゲを感じるな何かしらのトゲを感じたな、うん、まあまあ今回はね変わってないつもりですけどねうんわらわらって書いてありますね1個でいいのにわら1個でいいけどねうんなんかねうん他は全部変わっちゃったけどね いうんね、はい、頑張りますまあまあちょっと一人の質問コーナーに関してはこの辺にしときますかねうんまあ多分いくつもあると思うんですけどまあこうざわって見てた感じですそういう感じですねうんあーちょっと待ってくださいもう一個ありましたえー、トミーの喋り方おもろくて好きですびっくりびっくり笑らいしゃべり方がおもろい俺その 喋りが面白いとか、あのー、おしゃべりで、なんか、すごい笑えますとかな、喋り方が面白い。その、喋り方が変、俺。喋り方で笑ってる俺の、その、何この位つのイントネーションみたいなとこで笑ってるのこの人は、俺の。んその、集合と述語が全部逆になっちゃってるよとか、あのー、なんかその語尾に変な言葉ついてるよみたいな、ディアンスみたいなのついちゃってるよっていうことで、この人は笑ってるのかな。喋り方なんだね、俺の面白いところはね。 みんなと違う喋り方してるんだからお前はって思われてるんですねこの人にはねえー、気をつけたいと思いますトミビデオプラスチックのね動画もねいくつか気になったんだよな腹鳴ってるな腹が鳴ってますはいケーキが食べたいですケーキカロリー高いのに全然腹にたまらんすいません間違えましたちょっと間違えちゃいました あーこれ腹立つなんだやっぱり女の子とのコラボでは燃費気にしないでアルファードじゃん確かに産んだ子の時フィットでいってる俺確かに産んだ子の時フィットでプラスチックの時アルファードでいってるいってるなあいってるこれマジでここ着眼点つけてくるやついいんだはい小麦の許容範囲はどこまで うどんお好み焼きたこ焼き屋さんの娘さんでも「か」ですかこれねあの僕があのパン屋さんの娘さんと結婚したいみたいな話をあのねパラスティがしてた時に「じゃあお花屋さんはどうなんですか?」とか「ケーキ屋さんはどうなんですか?」っていう質問をされて「ケーキ屋さんは全然いいでしょ」みたいな。てか小麦系が結局いいんかみたいな話になってこのコメントが来てるんですよね。だから小麦を使うそのうどんとかお好み焼きとかたこ焼き屋さんの娘でも「か」ですかって来てるんですね。ダメでしょうん お好み焼きたこ焼ききうどん違うでしょ全然これはね本当にそに差別してるとかじゃなくて好みとしてって言ってるわけですからねうん違いますねえ富永さんへえ女性をどんどんタイに誘うのやめてください4人目ですハーレムでも開くんですかだってどうせ誰も言ってくれないじゃんどうせ誰も言ってくれないじゃんタイいや分かってるもんどうせ誰も言ってくれないんだからタイなんて俺と いいし別になんかみん一応,一応ねどこどこ行きたいですかって毎回質問来るしみんなも行きたいだろうか答えますけど別に誰も本当に俺とタイに行こうとは思っていないんだから一人で行ってるけどなその方がハーレムになる説もあるしなタイはうーんそういうことはあんま言っちゃいけないんだろうけど他の動画も行きますか違うな今のところで切ったらなんか後でここカットしづらくなるアーズとかといる時とは違って仲のいい女の後輩といる感じで新鮮アーズは後輩じゃないん 仲のいい女の,の後輩じゃない？<laughs> いやなんかどういうことですかね。うん仲仲いい女性の後輩ですけどね。あずきちゃんも。うんまあまあまあもうほ,ほぼ同期ですけどね。それで言うとねそういう意味かな。うんそういう意味か。たぬきぽこ。えー、まあ他の動画もいきますか。トミービデオ。体脂肪率引桁チャレンジのシャープゼロがあるか。 まさっき1答えたんで、まあ、ちょっといくつか答えますね、うん。これ多分ちょっとね、アンチ気味の方というか、まあ、ちょっと僕のことをよく思ってない方のコメントなんですけど、うん、この豚見にくいってね、うん、書いてあって、まあ、これちょっと僕ネット調べたんですよ。豚の体脂肪率。15から18でした。はい、僕の体脂肪率30%で、豚15から18でした。はい、豚に失礼でした。まさかの。 うん、まさかの豚の2倍体脂肪率びっくりしましたうんそのねそのこういうコメント書く方って多分過剰にこうちょっと過剰にね悪く言って傷つけようみたいなのあるかもしれないんですけどうん豚よりも過剰に太っていました痩せないでほしいモチベ下がるわモチベ下がるわめちゃくちゃ、うん、せめてねあの1個前の人のためにも豚ぐらいまでは行きたいわ 15から18ぐらいまでは熊からゴリラへの移動をロタろうた、うん、動物ばっかり動物の名前ばっかり人間なんか一人も出てこない、うん、と思ったらね牛からヤマピーになるってことか、うん、お花畑頭の中お花畑の人、うん、痩せたら全員ヤマピーくらいかっこよくなると思うヤマピーはもう人類の中でこの長い歴史の中で一番かっこいいんだからいるあんな人ビックリしてヤマピーとタッキーが一番かっこいいんだから 体脂肪率30%は牛と同じみたいなのでクマでもゴリラでもなくトミーさんは牛です食べ頃食べるな、うん、食べるなとかも違うわもう動物しか出てこないし牛は体脂肪率高いんかいほんでちょっとシェアハウスのねあの質問コーナーにしますか楽しみに待っていましたよトミーさんの昔の話が聞けるなんて貴重な機会ですねそんなあなたにトゥールトゥ2つあるわうん楽しみにずっと踊ってたやつ楽しみすぎるだろトゥールトゥ切るとこう 切るとこ変だろ。トゥールトゥットゥとかならわかる。トゥールトゥって。うん、慎太郎から LINE 来ました。大阪行くの明日の朝になりました。お帰ってくるやん、じゃあ。えー、ご祝儀出すんで、トミー、えー、なんだこれ、門付きバカまでゴンドラ乗って登場する結婚式ぜひやってください。うん、はずいわ。結婚式はずいって言ってるやつにゴンドラとか乗せるやついる でそれに対してのコメントで、なんなら奥さんは普通に登場して、トミーくんだけゴンドラで登場してほしい、うん。結婚式って誰がやりたいものなの、うん奥さんがやりたくてやってるなら、どう考えても俺だけでゴンドラ乗俺た。俺ゴンドラ乗りたい人な。どっかで言ったっけ、うん、いや結婚式やりたくないけど、ゴンドラ乗りたいわって俺どっかで言ったっけ、うん、それならわかるけどね。奥さんが、わ、うんまあ、かった。あんたはもう結婚式やりたくないならわかるけど、まあ、でも結婚式ゴンドラあるけどなって言われて、俺が、え、ゴンドラあるんですか じじゃゃちょっと行こうかなじゃないのよ別に、うん、ゴンドラ別に乗りたくないですよ俺ゴンドラって何やと。いつ乗ることあるのゴンドラ。ゴンドラって何あ、ゴンドラってあれか、リフトよりもちょっとこう箱になっててこう山を登るやつがゴンドラっていうんだ。うーん、イメージと違うわ。それがロープウェイだと思った。なゴンドラってなんかね、そのなんか箱みたいにこう何個かあってこうそれに乗ってくるやつかと思ってたわ、うん。まあまあいいわ。もう何だっていいわ。結婚式やらないです。 えー、じゃあちょっと動画変えますか、えー、ごめんなさいねちょっとねあの後半というかまあ、ちょっと遡るにつれてねあのー、紹介するコメント少なくなっていくんですけど、うん、なぜかっていうとねあの前半しゃべりすぎてもうどう考えても一歩に収まらないぐらいしゃべっちゃっているんで、うん、この前の,あの動画のテロップの数800超えてました1人なのに1人で 800? 見たことないわ えー、クリスマス、トミーの、えー、サンタさんの一日ルーティーンの動画のコメントですね。えー、豚に真珠、トミーにグッチうるせえわ。一番うるさいコメントだったわ。いやその価値がわからないっていうことのことわざじゃないんですか、豚に真珠って。わからないやつにあげてもみたいなことですよね。うん、その <laughs> 雑魚いもの、あと豚15%から18%だから、体重合率。 うんまあ、そのあれってその物の価値が分かんない人に対してあげることを豚に真珠っていうわけで僕はグッチの価値は分かってますからね似合わないって意味ではなくてあれは真珠の価値が分かんない豚にこう渡しても意味ないよみたいなことですからね「うん、はい価値はい俺の価値まあねこんなやつに価値がなさすぎるっていうね話なんですけどね、えー、デートの休憩時間にちょうど「てんてんてんびっくりマークハート」うん二人に失礼。 彼氏と俺に失礼、うん、ちょそのお前なんかはデートの休憩時間でいいわお前を見てから彼氏見たらめちゃくちゃ彼氏かっこよく見えていいわの場合は俺に失礼だし、うん、彼氏話つまんねえから飛び耳をの場合は彼氏に失礼だし、うん、それのどっちもの場合は彼氏と俺両方に失礼だし、うん、あと「点々」の後の「びっくり」ってどうやって読めばいいのそのデートの休憩時間にちょうど「点々」の後に「びっくり」まくクどうやって読めばいいの 最後の語尾なんか「なんとかだった!」とかだったらビックリマークだし「なんとかだったな」とかだったらこう「てんてんてん」のの分かるけどてんてんの後のビックリマークどうやって読めばいいの、うん、これ何ネットスラングなのびっくりの後のハートとかもどう表現すればいいのえー、富永さんへ、えー「今日は旦那とクリスマスディナーしてきましたとってもいい日でした」俺に言う必要ある俺に富永さんへわざわざつけて言う必要ある そのツイッターだと思ってコメントしてきても確かにいる。だからそれは別にいいと富永さんへってつける人ある。うん、旦那とクリスマスディナーしてんな。うん、まあ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 、いいでしょう。まあまあまあ、一旦そんなところですかね。うん、あの、携帯の充電切れちゃいました。うん、ちょっともうやめます。基本的にね、コメントこうやって書いてくれるのすごい嬉しくて、まあ、あの、まあ、少しでもね、あの、 なんかこう一緒になんか作れたらいいなとは思ってますあと僕にねこうやってねコメントとかリプとか、うん、手紙とかねあのくれる人には本当にね感謝してますし多分今はね僕としても、まあ、こういうところで自分がうーんあんまね何もなくなって で本当に何も表現できなかったらそれはねその人前に立つ資格ないと思うので、まあ、こういうところでもこういう状況でもなんかこう少しでもなんかこうみんなの気持ちをプラスにできるようなことができたらいる資格が少しはあるのかなと思うのでね、うんまあ、僕なりに、うん、少し動画こんな感じで撮ってみました、うん、今ちょっとリプとか手紙とかしちょっ,としってて思い出したんですけどあの <laughs> リップでね うんいくつか来てたな首のその赤いのはキスマークですか28歳なんよ俺28歳なのよもうすぐ29歳でここにキスマークつけるかうん大ニキビなのよ大ニキビができてんのよここにすっごいでかいニキビできてんだから28歳で28歳でニキビできる なめちゃくちゃずっとあんだけど、こいつほんで。まあまあ、それはまあね、まあファンがいる証拠なのかな。うん、その、キスマークに敏感みたいなね。うん、まあまあ、わかります、それは、うん。これはね、あのー、バレンタインだったじゃないですか。で、バレンタインって、まあ、いろんなものをね、こう、ファンの方とかにも送っていただけるタイミングなんですけど、 うーんまあウームってね食べ物を置くの禁止なんでまあそれ以外が来るわけですよなんかね何、えー、ですか例えばイプサの化粧水とか多分ねイプサで合ってますかあの 釣り目とね、インスタライブやった時に僕がハンドクリームでね、顔保湿してるとかを言ったからなのか、まあそういうのいただいたり、靴下だとか、えー、ちょっとブランドものだとか送ってくれる方がいて、あすごいな、こんな送ってくれるんだって、まあそのね、その中にこうファンレーターもいくつか入ってるわけですよ。で、ああ、そうかそうか、まあじゃあ読もうかなと思って、あのー、1個目ね、パッと開けたんですけど、ルーズリーフに適当にチョコって書いてありました。はい。うん。二度と送ってこないでください。 あと、その人は、その、チョコって適当に書いたルーズリーフを、あの、封筒に入れたんじゃなくて、なんか段ボールに入ってました。なぜか。うんあれは何ですか運命の人が言ったんですかなんかその、段ボ、ルなんか薄い本とかが入ってあるであろう、なんか段ボールに入ってました。それに送料を払っているあなたの人生が心配です。富永にチョコっていうルーズリーフを送ってやるねんの人の人生が心配です。はい。まあいいんですけどね。まあそんなとこですかね。あのー、またやります。こういうの。 あのたくさんコメントしてくれたら普通に嬉しいですまだ閉めたくないななんか他に読んでないなかったっけなやべ光が光がなくなっちゃったあこれもね答えたかったわこの動画の構成が気になるけどねうんこれもちょっと1個だけ最後1個だけ読むわ、うん、えーっとあの質問コーナーね前回1人でやったやつの質問で「クリスマスに付き合った人を妬まないのもしかしたらもしかしたら長続きするかもしれないしこの人も長続きするとは思っていない」 ベースでクリスマスに付き合った人は長続きしないとこの人も思っているうーんまあまあねえ分かんないですけどね長続きするといいですけどねうんクリスマスにね付き合った人どうですかねうん嘘ですけどねはいまあそんなところです本当に終わりますはいありがとうございましたよしコメントたくさんしてください <music>